サノサービスエリア再びストライキかはいこんにちはパンダですえっとねサノサービスエリアサノ SA ってあるじゃないですかあそこがね、えー、少し前にね、えー、ストライキを行ったらしくて、えー、僕もね YouTube で動画をね取り上げましたあれいつだったのだろうえっとね8月か、うん、8月 だったのかなえっとね、佐野サービスエリアがね、まあ、のストライキをしてね、7月、8月頃かな、うん、だったと思うんだけど、して、観光客がすごいいる中であの、食べるところがね、なくて、もうね、すごい、あのみんなね、食料欲しいなってね、えー、困惑してた、そういうね、えー、日が続いてたんですけど、まあ、あの時僕もね、えー、動画で出したんだよね、まあ、そちらの動画見てくれた。 方はねわかると思うんだけど、ちょっとね、まあ解説すると、まあ、佐野サービスエリアに、そのね、ある、形、えー、京成フーズ、形成フーズ、これね、えー、そういうね、なんかね、会社があって、そこがね、なんかね、まあ、労働問題でも、まあ、あの揉めてるんだよね。で、まあ、ぶっちゃけね、 僕の考えを言うとあの、栃木のあんな田舎でね、ストライキが起こるとかって、これまずね、会社が相当ね、ブラックなんだと思います。うん、普通ねあの日本、日本人って基本的にストライキしないから、ほとんどね。うん、日本でストライキが起こるって、まず、よほどブラックじゃない限り起こらない。で、まして、東京とか都会だったらわかるけど、ど田舎になると、 前代未聞だよね、うん。前代未聞だと思う。もうね、相当ね、ブラック企業じゃないのかなってね、こうもうね、それだけでね、その労働,労働系に関して詳しい人からすればね、分かっちゃいますね。うん、ストライキーなんかまず日本でそもそもほとんど起こらないから。うん、しかもこんなね、えー、こんなって言ったら良くないけど、そこんなにでかい会社じゃないじゃん。うん、でも、まあ 個人,個人のお店でもないし、別に何だろうな、ないけど、そこまでね、めっちゃでかいわけではなくて、うん、まあ中小企業ですよね。で、あんまりね、ストライキなんか起きないよね、普通はね。うん。だから、まあ、会社がねあの、相当ブラックなんだっていうのはね、まあ、これ印象づきますね。で、今回ね、この人がね、えー、この佐野 SA ストライキの、えーまあ、実行、 ま組合、ね、労働組合の、えー、実行委員長がね、あのー、東京でねねなんか、ね、記者会見したらしくて、やっぱりね、あのー、あんな田舎でやっても誰もねなんか注目してくれないって。うん、あの僕ね、前動画で取り上げたけど、やっぱりね、あのー、東京に来なさい、皆さん。あのーあのー、ストライキね。 PR したたかったらね、まあ、ストライキだけじゃないけど、ストライキでも何でもね、PR したかったらやっぱりね、東京に来た方がいいよ。うん、東京だったらね、いっぱいメディアもあるし、メディアもあるし一般の人もね、結構市民市民派的な人もいるんで、あのー、東京だったらね、みんなね、あのー、みんなではないけど、一部の人たちがね、こうネタにしてね取り上げてくれるから。うん あの田舎っていうのはね、あのー、なんか人と違うことをするのが恥ずかしいみたいな、そういうところあるから、あのー、ダメですよ。もう東京に出てきてそう、記者会見やったらいいと思います。僕も応援してます。応援しちゃいます。まあ、僕はね、あのー、僕もね、あのー、どちらかというとね、まあ、僕はね、僕はにしとくね。僕はね、あのまあ、一応底辺労働者だからね。 あのまあ確かにそのねなんかこのねこういう問題はねすごくねあの分かります僕はねあの会社っていうのは絶対ブラック企業だと思ってるからねあの基本的に会社っていうのは絶対ブラック企業なんですよなんでかというと労働者を搾取することによって利益を得てるからこれがね会社の あのこれね、まあ、テレビとかで絶対言わないけど、まあ、あえてね、YouTube だからあの言うんだけど、まあ、若い人も見てるんで、この僕のね、あの思想、価値観にね、まあ、共感できる方はね、あの高評価していただきたいんだけど、会社って絶対ブラック企業なんですよ。これ間違いないです。会社は100%ブラック企業、一般企業はねえ、なんでかというと、労働者を搾取することによって利益を得るから。 これはね、あのー、根底にあるから、あのうちはね、あのー、そんなブラック企業じゃないんだよって言ってるところが一番ブラックだから、そういうところ怪しいからね。うん。そこで見,、あのー、見分けないといけない。うん。あのね、ブラック企業に限ってうちはね、ブラックじゃないんですっていうオーラをいっぱい出しまくるから。これもうね、あの、若い人たちも結構僕の YouTube 見てるんで、あのー、見てたらね、参考にしてほしいな。あのー、 これは、まあうん、あ,のあんまりこうなんかブラックじゃない楽しそうな会社を演じてるところはブラックの可能性がある。高いね。うんまあ、これ僕のあ,あ,のあくまであの価値観というか僕のね、まあ、リサーチリサーチではたいねあのうちはブラックじゃないんだよとかね言ってるところがねブラックの可能性が高いからね。 うん、そもそもブラックじゃないとかブラックじゃないとかね、そんなこと言わないからね。うんまあ、今ね、あのそのブラック企業っていうのはね、いろんな労働問題で揉めてね、あの社会にいっぱい出てるから、できるだけその、ね、あの新卒とかね、いろんなじゅあの受験じゃない、あのあの新卒とかそのいろんなね人を、やっぱりに人に、ね、その来てもらいにくくなる。 ブラック企業ってどんどんね、これからもう公表されてねあの、ここがブラックですってね、もうどんどん言われる時代になってきてるから、あんまりそういうことをね、悪いことばっかりする会社っていうのはね、あの、就職したい人がね、あの少なくなるんですよ。だから、そういう意味でね、えっとね、なんだろうな、皆さんのその口コミとかね、皆さんのその、なんだろうな、こう、口コミ噂とかね、 あ,のあとはいろんな記事とかね読んでねやっぱりねブラック企業っていうのはいっぱいあるから基本的に全部ブラックなんだけど特に悪いことしてるところは目立つからうんそういうところはね是非注意してください超ブラック、まあ、ブラック企業の中にも超ブラックか普通のブラックかね、まあ、いろんなのあると思うけどまあねあの会社っていうのは基本的にブラックだと思った方がいいです これはね、まあ、僕が人生の先輩としてね、あのえーまあ、若い君たちにね、えーまあ、残しとく言葉です。まあ、これはね、何回聞いてもらってもで、えー、といいと思いますけど、本当に会社っていうのは絶対ブラックだから。うん、ブラックじゃないとこっていうのはね、あのー、おそらくね、ないですね。うん、一般企業でね、あくまで <laughs>。 になります。ということで今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。